カンボジャマッソです。フラットの宮原さんです。こんにちは。今宮城県の名取市にある、立越神社に、日本初の、ソフトテニスのお守りがあるということをお聞きして、向かっています。今日はそこで参拝をして、ソフトテニスの、ね、お守りをゲットしに行きたいと思います。レッツゴー。はい、今立越神社に到着しました。立越神社はね、郵便局が目印です。こちらの郵便局が見えてきたらすぐ目の前に、立越神社があるので、今から、立越神社に行ってみたいと思います。あるけどコロナウイルスの感染予防として希釈を撤去してるんですよ。あと上にお宮に行くと分かると思うんですけど、鈴も使用禁止っていう風にしてて、そうですね。はい。なるほど。なのでこっちは簡易的な形になっているので、本当に簡単に手を洗って水を食べている。これだけです。ありがとうございます。これからじゃあお清めしていきたいと思います。本当は希釈とかあるみたいなんですけど、今、コロナウイルスの感染予防のためにこのような形でやりたいと思います。しなきゃいけない。で、実験祭をするためには神社が必要だということで、まずここの立越神社を建てて。今参拝が終わりました。これからお守りを買いに行きたいと思います。こちらの建物の中でソフトテニスの技術向上のお守りがあるということで、早速行ってみましょう。それでは早速ソフトテニスお守り、僕の分と宮原さんの分2人分購入していきたいと思います。じゃあ先に棒振り買ってください。はい、こちらに。これも見てもいいですか。はい、どうぞ。今、ソフトテニスの一生祈願、技術向上、心身健康の、お守りをゲットしました。デザイン見えますか？こんな感じで。これはネットでも購入できるとかそういうことはあるんですか？ネットではやってないので、直接神輿に参拝していただいて。そうですよね。でやっぱりその先ほどのように僕たちもやったんですけど、上で参拝をしてからこちらに購入するというのが一般的な流れなので、このお守りを買いに来るだけじゃなくて参拝をして、こちらのソフトテニスお守りぜひゲットしてほしいなと思います。場所は概要欄に貼っておきます。今、立越神社での参拝が終わってお守り、ゲットしてきました。お守りはね、こんな感じで必勝祈願、技術向上、心身健康っていうのに書かれていて、日本初のソフトテニスのお守りなのかなと思います。これはもうインターネットでの販売とかは特にやってないみたいなので、こちらの立越神社に来ていただいてぜひゲットしてみてください。参拝の流れとかはルールがあるみたいなので動画内で紹介したのでぜひ参考にしてみてください。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。